バレリー・バーティネリはアメリカ合衆国の女優である。1960年デラウェア州ウィルミントンに生まれる。父はイタリア系で、母親はイギリス系の家系で、父親のアンドリューはゼネラルモーターズの重役をしていた。父親の仕事の関係で全米各地を転々とし、ルイジアナ州、オクラホマ州、カリフォルニア州などの州に住んだことがある。 後に女優を目指すようになり、コメディドラマ、ワンデイアット、エイタイムのオーディションを受け、同ドラマの順守役、バーバラ・クーパー役に合格。1975年から、同ドラマのレギュラーキャストとして出演し始め、知名度が上がっていった。ちなみに、同ドラマでの演技が評価され、1981年と1982年に、それぞれゴールデングローブ賞のミニシリーズ、 テレビ映画部門の助演女優賞を受賞している。その後もテレビドラマを中心に、精力的に活動を続け、女優としての格好たる地位を築いている。1981年に、ギタリスト、作曲家として、有名なエドワード・ヴァン・ヘイレンと結婚。二人の間には、息子も生まれ、その息子のウルフ・ギャング・ヴァン・ヘイレンも、ミュージシャンとして、活動をしている。しかし、 二人は2007年に離婚した。2012年には女優としての功績が称えられハリウッドを送るフェイムを授与された。ありがとうございます。